万葉集第五、真が慈愛の文より抜粋。密かに思うに、朝夕三夜に電飾する者は、なお害なくして世を渡るを得。昼夜火海に長魚する者は、なお敬服ありて俗を過ごすを全うす。言わんや我、大勢より今日に至るまで、自ら善を治むるの志あり。かつて悪をなすの心なき親。ゆえに三宝を礼拝し、人して務まざるなく、百姓を敬重して、夜として格あること少なし。ああ、恥ずかしきかな。我何の罪を犯して、この重き病にあえるや。世の道の仮にしてすなわち離れ、去りやすくとどまりがたきを悲嘆するし、序文より。思い見るに世に常のものなし、ゆえに両国も改め変わる。人に定まれる時なし、ゆえに呪と陽と等しからず。まばたきの間に桃よすでにつき、腕を伸ばすの間に千代もまたむなし。明日には席上の主となるも、夕べには戦火の客となる。白き馬の走り来たるも、読み字何ぞ及ばん。墓の辺の青き松は、虚しく欺かぬ剣をかけ、野辺の白き柳は、ただ悲風に吹かる。これ知る。世俗には、もと、隠れ逃るるの部屋なく、原野にはただ、長野のうてなあるのみなるを。先生すでに去り、貢献もとどまらず、もしあがないて免ることあらば、個人誰か値の金なからん。いまだ一人ながらえて、ついに世の終わりを見る人を聞かず、ゆえに、ゆいま大師も、玉体を北条にやましめ、釈迦の王人も本用を宗樹に隠せり。内経に曰く、国安の知り得に来たるを欲せざれば、特典の先に至るに入ることなかれ、と。ゆえに知る、生まるれば必ず死あることを。死をもし欲せざれば生まれざるにしかず、ましてやたとい始終の定まれる断りを悟るとも、なんぞ存亡の大いなる時を計るものならんや。俗道の変化はなお目を打つがごとく、人事の契機は腕を伸ばすがごとし、虚しく不運と大気をさまよい、心力ともに尽きて、寄るところなし。